どうもこんにちは、水素村の下っ端住人山本です。水素ステーションの運営者として今後のエネルギー戦略にも深く関連すると思っている水素についてもっといろいろと知ってもらえたらと思います。まだまだ多くはありませんが、徐々に増えてきている水素ステーションについて簡単に紹介したいと思います。東京晴海水素ステーション。東京晴海水素ステーションは東京都中央区晴海にある水素ステーションです。月島警察署や晴海郵便局の近くにあります。営業日は毎日で決まった休みはありません。営業時間は9時半から17時ですが、9時半から11時まではバス専用充填時間帯となっています。事業者はエネオス株式会社です。このステーションでは都市ガス化室の水素発生装置によって水素を供給するオンサイト方式をとっています。このステーションは東京2020オリンピック・パラリンピック後の選手村で新技術を活用し、災害時の自立性の確保や快適性とエコな暮らしの両立を図るなど、環境先進都市のモデルとなる都市の実現を目指す選手村地区エネルギー整備計画の一環として2020年に開所しました。いかがだったでしょうか。水素ステーションの運営者としてカーボンゼロ、水素社会の実現、SDGs の実現、何よりも水素ステーションについてもっと知ってもらえたらと思います。よろしければ高評価とチャンネル登録もお願いします。